ら、開幕から間に合うというつもりでいたんでしょうけど、はい、ちょっとそれが長引いて遅れましたからね、はい、まあ、万全な状態であればそれこそいいピッチャーですから、はい、153キロ打つのは厳しいと思いますけどね。あ、まあ、この打つも川崎工業という決して、ね、その野球界では超名門というわけではないところから、ね、はい、高卒ロッテにドラフト1位で入団して今年で9年目になります。取り手に取られた、新井亮太が帰ってくる、まずは1点、剛速球で追い込んで勝負に来た変化球、見逃さず捉えました。鳥谷今日3安打猛打賞3打点、まだまだ終わらない甲子園劇場、鳥谷反撃で2点差、まずはランナー1人を迎え入れる、そして鳥谷の後は4番です。追い込むまでがいいボールだっただけに最後のスライダーが真ん中でしたからね、はい、本来でしたら膝元にワンバウンドするようなところに投げたかったはずなんですけど、はい、例えば満塁ということでね、はい、ワンバウンドになってはというようなことがあったんだと思います。さあ打席金本、節目の記録へ、いやいや何よりもチームの勝利へ、大事な場面を迎えました。2点差6回の裏、ワンアウト満塁、まっすぐできます。数々の怪我を乗り越えてきました。今日で2498試合目の出場、福岡の自打球の影響もありました。再び金本が4番に帰ってきているタイガース、154キロ、しかしわずかに外れています。満塁です。どうでしょう、まっすぐですか。まっすぐですよね。金本フルスイング、打球は詰まっている、平野はハーフウェイで見ている、ふーっと息を吐いた金本、ランナーを返すことはできませんでした。スリーボールワンストライクから力と力の勝負、小宮山さんどんな風に振り返りますか。まあもちろんね、その本当でしたらスライダーを投げたいところなんですけども、はい、まあ、鳥谷に打たれたというところがあったので、まっすぐ押したんだと思うんですけどね、はい、そうな表情を見せた、紙一重だと思うんですよ、はい、ただ今日マートンもマートンらしいヒットが出ています。第2打席のライトへのヒットっていうのは、まゆみさん、マートン本来のバッティングですよね。そうですよね、ちょっと振り遅れた154キロ。
まあ、なかなか交流戦ならではということもありまして、小宮山さん、ロッテのピッチャー陣もね、この雰囲気の中でのゲームっていうのはなかなかないと思うんですが、なかなか経験できないですよね。うちはどんな風に映りますか。まあ開き直っての投球をしていると思います。はい、はい、バットの先セカンドゴロ、この回タイガースの反撃1点止まり、ワンアウト満塁からさらなる追加点はなりませんでした。しかしまだまだ終盤にかけてわからない甲子園球場です。